テロップ書こっかな。加藤志保さんがショールームしてるんだ。自分がいない自分がいない、自分がいないからテロップ書けない。いた、こんばんは皆さん。明日はツアーファイナル、びっくりマークって書いてみた。こんばんは。どうもです。いよいよ明日でございます。緊張するなんか一番緊張する気がする。あんまりなんか、まあでも仙台はちょっとやっぱ最初だったから緊張したけど、その後からはなんか緊張はもちろんまあしなくはなかったけど、なんかやばいやばいやばいっていうのはそこまでなかった気がするんだよね。いつも以上に、いつもよりは。そうやけん、なんか最終日って考えたらちょっと緊張しちゃうから、あんま考えすぎずいつも通り頑張りたいなって思います。あ、イム君リプ見たよ、ありがとう。今日スイパラ行ったのって、ありがとう。そう、怪我なく、それはすごい演出の方にも言われてます。最後までみんな怪我なくって。そう、落ちたり怪我したりしないように、そこだけは一番注意してやってくださいって言われてるので、もちろんみんな笑顔で怪我なく割れるように頑張りたいと思います。気をつけます。皆さんもね、怪我や体調気をつけてください。バランスボール乗ってるよ。全力で応援するよって、ありがとうございます。みんな元気でございます。本日も元気でございました。嬉しい、ペンライト2つ買ったって、嬉しいです。そう、リサ歩くん早いな、早いです。うん、雪降る、マジでお足元の悪い中じゃないですか そう、今日は早く寝ないと。そう、今日は結構早く帰ってこれたので、早めにショールームして、早めに明日に備えて、まあいろいろね準備してコンディションを整えて寝ようかなって思ってます。そう、アンナのタオルマフラー今ないって、ありがとうございます、ゲットしてくれてる皆さん。パンダ振るよって、パンダは分かりやすいですね。スタバ限定のほうじ茶のやつは一口飲んだ、リサとのんのんのんが買ってて、私は抹茶にしちゃったからもらったよ。そうね、明日生写真、新しい、あれ新しいですか、出てましたよね。なんか今日あのカップリングの2つのやつ、推しのいる世界とスイーティストガールの方の2個が出てました。
振り袖はね結構すぐもう終わっちゃってたよね。そう、推しのいる世界とスイーティスト2パターンあるからね、同時発売だけど、それぞれだから。あっちチーム羨ましい。あれだから自然光で撮ってるからさ、めっちゃずるいよ、ずるいねだよ。推しセカの衣装かわいいよね。そう、推しセカ工場、皆さん練習よろしくお願いします。会場に手紙預けれないかも。どうだろう、郵送だけかな。ちょっと私もあんま分かってないか。え、初推しセカ昆虫ちゃん工場。そうね、ガチ恋工場がね、推しセカ工場と2種類あるので、生写真出るので多くて嬉しいって言ってくれて嬉しいよ。そんなん言ってくれて、言いたいことがあるんです、やっぱりまるまる尊いよってね。大阪で叫びましたってサラダさん、ありがとうございます。知ってるよ、サナツン工場なんか言ってた、忘れたけど忘れたけど。守るからって最後叫ぶんですよ。明日はね、一体とファンの方と一体になれるように、なので皆様タオルをお忘れなく。タオル、ここでは星になっちゃうけど、タオルをぜひ、推し面のタオルでも良いし、ツアータオルでも良いし、ぜひタオルを持ってきてください。推しが売り切れだった方はとりあえず復活するまで何か持ってるタオルありますか？そう、タオルです。最近クラブにハマりました、嬉しい。さくらちゃんかな、ちゃん、ありがとうございます。カメ子さんはカメラも忘れなく、あとはまあ推しメングッズだったりいろいろですね、お忘れなくお越しくださいませ。亀地さん、はじめまして、はじめまして。リオナちゃん、そうなんだよ。チロールさん、会ってます、あんなコールしてね。ひなのさん、はじめまして、はじめまして、どうもです。何よりチケット、そうですね、愛もチケットも、愛、チケット、タオル、グッズやる気今日のインスタの写真はミリネがめっちゃいいよって言って撮ってくれました。アキタンさん、すごい女の子はじめましての方がめっちゃ多い。推しメンタオルは名前結構見えてる時もありますね。でも全部広げちゃったらあれだから、名字だけとか、まあ一文字でもわかるしね。そう、エピヌ、そうそう、ユイニャ、可愛かった。お店入ったけど初めて入った。筋トレブーム、偉い、いい子ですね。まあ山だけで、うん、わかる。最近なんか
オレンジ系のアイシャドウを使ってたりするんですよ。違う、前回の大阪のツアーの日になんかオレンジを私がアイシャドウつけてたら、ヘアさんにあれいつもオレンジやっけって言われて、いやなんか今日なんとなくオレンジなんですよねって言ったら、そうやって大人ぶってからって言われた。子供が大人ぶってって言われたから、あ、うん、大人ですって言ってました。何色が私に合うと思いますか、いいと思いますか。あ、また男性が、あ、おもん猫の話って言ってる。あははは。いつもはまあピンク、ピンクしか言わん。男性の方ほんま分かっとんかな、ピンクって言ってるけど。赤、青み系ね。そう、まあ、いつもピンクなんだよ。じゃあ明日ピンクにしようかな、どうしようかな、気分です。でも今日は涙袋をキラキラ乗せてないんですよ。乗せなかったの。今日は全然キラキラしてないです。そう、前髪切った。そうなの、今日めっちゃね、ちょっとね、めっちゃ短くなっちゃったけど、まあこんぐらいがいいかなーみたいな感じです。そう、前髪そう切っちゃった。存在がキラキラしてる、だって優しいですね。切った前髪あげるよ、ゴミ箱から漁ってください。怖っ。あ、カトシさんショールーム終わったんですね、見たかったな。いつもなんだと目元違うと思ってた、いちかちゃん。本当にあんじゃん、あんじゃんってなんやね。日曜日のやつ、あ、MX かな。絶対初見詐欺してんじゃん、つよぽん。さあ明日デコ出しメンバーいるかな。さあどうでしょう、アンナちゃんが出すかもしれない。髪の毛ね、染めてるよ、染めてるよ。さなつんかね。初見、美相さん初見ですか、ありがとうございます。サーツンがデコ出しって言ってたらしいから、デコ出しって。メンバー同士髪型は、まあ話し合うと、話し合うっていうか、今日誰々なんちゃらするみたいな、今日ツインするとかポニーするとかって言って、今日しないよって言ったら、じゃあ今日ポニーするわとかなるときは、楽屋でそういう話は結構しますね。髪飾りがあるから、そうなんか、ベレー帽は明日使う、使わないから使っていいよみたいな、そういう話とかしますね。そう、その日によってって感じ。昔っていうかサードぐらいまでかなは、髪の毛巻いたりも基本しちゃダメっていうかだったから、フォースから結構みんな髪染めたり、なんだろう、髪の毛巻いたり、いろんなアレンジするようになったんかな。サードまでは結構みんなストレートおろしばっかりだったかな。でもなんかそれもそれでね、いいけど。フォースからみんな結構、4枚目からは結構自由になりましたね、髪型。でも3枚目ぐらいまではもう本当にみんな黒髪ストレートみたいな、まあ黒髪だったのかな、どうだったか、ちょっと茶色とかもいたかもしれないけど、紫とかはいなかったですね。はい、いなかったですね。でも別に
どんどんそれでまあ垢抜けてみんな行ったり髪の毛巻いたりとかいろんなヘアアレンジして楽しむっていうのもあるから、そうまあそうどんどんねそういう風にちょっと大人な女性になっていく感が、そうそれも個性でねそれぞれ。のんのの今の色めっちゃ可愛い。そうって感じかな。ほんまにむしろねずっとストレートだったから、ヘアーさんに今日の髪型何するとも聞かれないよね今日は何にするみたいな言われないかったからね、サードとかまでもう私たちに選択肢がなかったから選択肢ない、もうストレートにしてもらうだけって感じでした。ファンルーム明日ライブ終わりに泊まるってことですか。今日から泊まってる方もいる。今日から泊まってる方はいない、どっちだっけ。いる。じゃあ2人でしたっけ。今日は追加、ああなるほどね。じゃあワンちゃん今泊まってる方もいるかもしれない。じゃあその皆さんに明日寝起きドッキリしに行きたいと思います。イエイ明日行きますの方多くない。今3人ぐらいさいたよ。え1人につき3人とかなんですか。あれ私やない、1人につき2人じゃないの。違うメンバーで当たった人か。あそっか、ジージは花で当たったんだアンナで当たらへんかった。アンナ応募した。アンナじゃない人で当たったな。楽しんで花を存分にいっぱい見てください。アンちゃんルーム行きます。あれトモは今泊まってるってこと。そんな個人情報言わんか。大阪泊まったよって。そうだだよね、私のだってそうだよね、私のも言ってたもんね、グッズ。ジージはじゃあそうだ、名古屋でルーム行ったよってシュガーさんありがとう。私は明日です。あれ明日3人ぐらいいない、私のファンの方。謎、3人ぐらいいるのかな。今3人いたよね。ファンルームはなんか今角川さんとコラボしてて、そうでツアーの前後でコラボルーム、イコラブコラボルームっていうのがあるんですよ。3部屋あるのかな。ジジ飾ってる、あんなのタペストリー。そう今はお家から配信してますまさかの相部屋だったら笑う、それはもうめっちゃ爆笑大阪へ泊まったってリンクした。さすらいさんありがとうございます。本当に本当に大阪で飾ってない、でかすぎ。いや飾ってよ、嘘でも飾って、毎日おはようって言ってるよって言ってよジジイファンルーム行った人荷物多くなってて笑うって、笑わんとって寝てました。こんばんは、ファリマさんこんばんは、 おはようございます。チロルさんとコンティヌさん相部屋カーだって、草しか生えんじゃんまなみちゃん、ウレピーマンパプリカ、タペストリーでかいらしいからスーツケースいきます。やば、え、のじすけさん嬉しい。タペストリーなんかみんな大変って言ってるね。頑張って、愛の大きさだよ
アリちゃんかわいい。部屋を暗くしてってとこがいいね。暗くしてない、照明赤くしてか。すごい、そこまでやってくれてるのね。持ち帰るときリュックから飛び出してた、かわいい。長さ90センチくらいある。もう止まった人が語っているだそうですよ。気をつけてくださいね、これから止まるよって、明日から止まるよって方いたら。だるま、ありがとうございます。大型デパートの広告みたいな吊るしてあるようなやつ。あら、てんちゃん久々やな。どうしようってなる、嬉しいけど。本当確かに、まあどこに置こうってなる。アクリルスタンド大きいよね。私も自分の持ってるけど、そう、さすがになんか部屋に自分のアクリルスタンドはちょっといらないかな自分はいいや。でもメンバー全部全員をこうやって立てかけるのはちょっといいかも。かわいいコレクションみたいな。ずるいよずるいねに今ぐらいハマったって。リフォーシアン、しかも嬉しいですよ。全然今頃なんてことはない、まだ6枚目シングルの期間なんです。だから全然大丈夫ですよ。毎回自分のアクリルとか頑張ってもらえるけど、いるといる人だけもらう。なんかグッズとかもなんか欲しいやつだけもらったりでしてますね。なんか全部キーホルダーとか缶バッジとか自分ではいらないから、なんか半年に1回ぐらい家に、実家に帰るときに持って帰ったりしてます。そう、いよりのはのんのがちょうだいって言ってる。のんのが持って帰ってる。一食中笑ったんだけど知らんかった。あれ嬉しい、日向坂さんのファンの方いつも応援します、ありがとうございます。そうだけど私も自分のは広島に持って帰ってて、おばあちゃん家とかいとこの家とか私の家とかいろいろあります。一食中マジ笑ったよね。私も知らんかったから、ツイッター見て知って、マジでおもろってなった。ね、いおりがなんかでっかくいって書いてある時は見てたんですよ。てか隣に私がいたんですよ、いおりのいって書いてある時。で私にはその時に一食中ってことは全然に全然思いつかなかったですね。そう、なんか私といおりがその台本をちょうど同じタイミングでもらってて、2枚で、いおりと打ち合わせを私がしてて、でなんか大きくいいって書いてるのは見たんや。そう、もう私はまず名前を書いていない何も書いてないから、私のだって分かってないと。その二人のうちはしなら難しい用語でなさそうだなって。誰だよ長崎ちゃんぽんって誰だよ。あんだったらなんて書くかな、ひらがなであんなって書くかもしれない。でもだってその台本は、台本とか、うん、たまに落書きされるかな。あ、でも前回の台本はマイカか誰かに名前書かれた気がする。なんかみんなで縁になって台本とか結構話したり MC の打ち合わせしたりするんですけど、そういう時に多分マイカだった気がするな。なんかすっごい幼稚園児みたいな、わざと幼稚園児みたいなあれでなんかあんなみたいな
感じで、すっごい大きく名前を確かひらがなで書かれて、そこら辺に近くにいた 5,6 人のメンバーの台本を一人ずつ取って、その子の名前を花みたいな感じで書いたりしてた。今にはそう、私が勝手に書いたマイカの名前を私が勝手に借りた、ね、マイカの名前も書いといていいって言った。いいよって言った書いた。マイカはアンの字を好きって言ってくれるの。アンが物をなんか書き寄ったら、やっぱ、ま、アンナの字好きだなって言ってくれる。でもなんかあんね、こういうちょうどいいとこにペンがあった、こういう太いペンのこっち側で書くのがあんま得意じゃない。なんか上手に書ける時もあるけど、あんまり得意じゃない。コツがあるんでしょうね、こっち側で書くのって。こうじゃなくて多分横にこうやって持つのが上手に書くポイントらしいけど、そういうのを最近なんかね、いつかの番組の AD さんに教えてもらったんだよ。このペンの持ち方初めて知った、知らなかった私。こっち側でこうとか縦じゃなくてこっちで持つって。あ、カメラに向かってサインしようか。あ、今ここで。え、これさ、透明なものがないとでも書けないのか。あ、 iPhone のさね、シールとかがね、なんかあればこうやってちょっと持ってこうやって書ける、アクリル板みたいな。今ちょっとないですわ。あ、サランラップ、確かに。でもこうやって貼っと、ここにあったらさ、ここの間には書けんからさ、ここら辺で持っとかんとさ、そうやって書いとるように多分見えないよね。え、やってみたい。でもえ、ちょっとサランラップ持ってこよう。ちょっと待っとって。え？あ、バカじゃない？だってこれどうしたらいいんじゃろ。片手で持っとくようにしたいから。やばい、無駄遣いしちゃいそう。こうやってこれでいけるかな。こうやって、インク出るかも。ちょっとやってみたいと思います。じゃあアンナはスポーツ選手みたいになった感じですね。はい、じゃあ書いてみます。じゃあカメラにサインします。私バカじゃねまあ知ってるか、私がこういう感じの人。じゃあ行きますね。あ、インク出えへんのかーいえ、出たのに力がいるんかな。こっちでいこう。いきます。全然ピント合ってないしあ、面白。ちょっともう一回やろう。もう一回いきます。せーの、ちょっと待って。あ、手についた。せーの、あ全然書けんやんか。もうダメよこれ
もうやーだ、お遊び終了。この汚いサランラップのサインを、その顔面ラップ視聴者の皆さんにプレゼントします。ハハハハ、一人でさ、バラエティーでも何でもない一人のさ、これにさ、こうやって顔面ラップとかってやったらさ、もうやばくない？明日ツアーファイナル多分出させてもらえんくないです。あれ、どっち側にあん書いたか忘れちゃった。いや、これは後でちゃんと大事に使いたいと思いますっていうことにしとこう。鼻がぺたんこ。これ小顔になるかな、こうやってたら小顔矯正。小顔矯正。はい。はあ、疲れた。明日これじゃあ ZEP で投げるんで撮ってください。何の配信なん私。急にさ、こんなの持ってきて。明日どっかで投げます。こうやって、こうやって直筆サイン付き、あんたの顔面付き、この汚いサインをプレゼント。じゃあちょっとド M の皆さんに私がカメラ越しに投げたいと思います。じゃあちゃんとしっかり画面を狙って投げるので、あれにしますね。 VR で見てる方は気をつけてください。おらんけど本当にこうなっちゃうかもしれないから。いきます、せーの。どうでしたか？痛いですか？おお、みんな喜んでる。もっとください、だってみんなどうかしてますね。はい、じゃあそんな感じで明日頑張ります。顔面ラップ写真ツイートした人はもう口きかん。あ、嫌なんよ、後からね。なんかそのスクショ、あんが出してって言った時のスクショならいいけどさ、そういうのとかさ、なんかその何動画がアップされてるのだから嫌だ。なんかこの時のテンションやね、後から見ると違うんよ。なんか嫌だ本当に。そう、なんかだって違法やもん、そういうのはダメですよ。サランラップ配信、あ、なんかこんなことしてたみたいな感じでさ、ハッシュタグイクライブ、ハッシュタグヤマモトアナでさ、ツイートしてさ、なんかあれやろ、なんだっけ、ハッシュタグ小顔効果はないけどさ、この生がいいんですよ。生でやってるから
面白いって面白いっていうかこう一緒に共感して楽しんでるだけなのに、なんか後でそういうなんだろうね、そこだけ切り取られるとそこだけ見た人はえこの人どうなってんのみたいに思うじゃないですか。だから嫌な、そうだからそういうのは見逃した人たち向け、うん、それはもう見逃したんだよ、どんまい。そうだから嫌なの、どんまいって感じなんですよそう生で見てる、見てもこの人どうなってんのって思ってるらしいんで、はい、じゃあもう、もう何もできないですねはい、そうだけなんかショールームで何も言えないなとか何もできないなってどんどん思っちゃうから、そうだから、そうハートありがとうポポちゃん、同じ色だねは面白くないです、別に普通の人間ですよ。そうだから私がでもどんどんそういうこと、そういう感じなこの世の中になると、私はもうなんかショールームで何も言ったりやったりできなくなっちゃうから、そうハッシュタグ普通の人間です。ゆかりんハートありがとうございます、この服の色と一緒だねなんか言いたいだけ、みかんゼリーちゃんだやっほー、とりあえず俺もサランラップにサインするわって、あじゃあサインしていただいて大丈夫ですいや別に真面目モードじゃないです全然、花束タコハート皆さんありがとうございます。今度握手会で顔にサランラップ巻いていきます、多分それは入れないと思うのでやめた方がいいと思いますはい、萌え袖もなってます、別にこれは別にあの萌え袖だよって釣っているわけではございません、寒いだけです手が冷たいからです、さっきのマジックは油性だと思います、マッキーなので。そんな感じです、サランラップはきっとダメだと思います、これ萌え袖レベルじゃないから、あんなしかもグーにしてるから今だからここら辺だよ、パーにしたらちょっと指出るけど全然燃えてもない、燃え袖っていうのはこんぐらいのことを言うの、私は隠れ袖だから、隠れてるから燃え袖じゃなーい、ひー隠れてます、あんももかちゃんのファンだから一緒ですねお腹空いてない、あさっきインスタに載せようと思ってたんだ、ストーリーに載せてた、忘れてた、ハートチェリーちゃんありがとうございます、違う、夜ご飯をおでん食べたからそれを乗せようと思ってた、そう、はんぺん食べてない、はんぺん、はんぺん分からん、おでんとご飯は食べんかもしれん、おでんだけでも今日いっぱい食べたの、おでん5個も食べたの、
おでん食べ過ぎ注意報が発令される、発令発動される。うん、セブン、セブンイレブンって感じでした。5個多くないの？いつも4個とかだった、3、4個やったからさ、いつもよりは多かった。じゃあ5個アンが食べた具材、具種類を当てた方がいたらもうサランラップあげる。でも5個全部ぴったり賞じゃないとダメ。どうやって書くんってね。でも1個じゃダメ、5個ちゃんと並べて言って。うーん、5個ちゃんと。うーん、あーでもまあなるほどね、今んとこいないですね、いない。5個違う種類だよ全部。やばい、私の目が追いつかん。うん、でも今んとこいないな。無言になっちゃう。あ、待って、あ、惜しい、あ、言うてほしくない。5個中3個当たってる人いたけど、うん、残念でした。正解は発表したい、おお惜しい、正解を発表したいと思います。まず一つ目はだるるるじゃん、だし巻き卵。二つ目はだるるだん、大根。三つ目だるるだん、ロールキャベツ。四個目だるるだん、ウインナー。最後5個目ドルルランつくねでした。誰も正解おらへんか。でも惜しい方いた、3個ぐらい合ってた。しかもだし巻きって言ってた方もいたから、おーすごいって思ったけど、あんが好きな具材なんです。そうなんです、あんはいつも大根。でもね、大根はあんま好きじゃなかったよ、おでんの。でもね、最近好きになって、そう、大根とロールキャベツ、なんかつくね系が好きでやんとか、あと卵は1個の卵も好きなんだけど、こういう普通のね、いわゆるおでんの卵っぽいやつなんですけど、なんか白身が好きなんでしょ。でけ、そう、でもそのだし巻きになったら黄身がやっぱ好きだから、だし巻きが大好きなんですよっていうのをしっかり覚えておいてください。すごいためにもならん、どうでもいい情報を覚えさせてしまった。そうなんですよ。だし巻き卵、初耳？本当ですか？かぐさん、した楽しみ。ラグーナ、お、嬉しいですね。そう、でもいろんなね、ところのあれがあるから。なんか地方によって違ったりします。プレゼントでだし巻き卵を送ります、ありがとうございます。だしがしっかり染みてそうですね。そうなんです、私の好きなおでんを発表したので、ぜひ皆さん覚えておいてください。広島の人おでんとか食べるの？え、どういうこと？牛すじは食べんな。リストバンドの代わりにだし巻き卵を巻きつけていくって言ってる、よくわからない人がいますけど、その方のことは置いといて。からしはつけません、食べれません。だし巻き卵は卵焼きです。はい、美味しい、めっちゃふわふわですよ。え、超おすすめ、なんなら一番好きぐらいのレベルで、あんが好き、どうでもいい情報かも。じゃあ体感山本アンナをぜひしてください。
です。え、おでんにありますよ、いつもあるよ、だし巻き卵おいしいよ。ライブ中に熱々おでんせえへんせえへん。明日の差し入れ、あ、なんだろうそうですね、明日の楽しみ、一番の楽しみ差し入れとか言っとく。でもメンバーみんなそうですよ、差し入れ大好きだから、ありがたいです差し入れはもうみんな飛びつきますよ、もう争奪戦です。もうイコラブはそういう先輩後輩がないもんでねないけんさ、もう取ったもん勝ちなんですよ。先輩からどうぞとかそういうのがねうちは基本ないので、まあ人数分あればね、12個とかあれば1人1個っていう計算でみんなちゃんと取っていくけど、例えば15個ぐらいあったらまあ2個取っていって、全員6人ぐらいが2個取ったらあれ次もうないぞってことはまあたまにあるかな。いやもうそういう時は楽屋でなんちゃらがもうないって言ったら誰かが私2個取っちゃったあげるってなるか、もうそのままないまま食べれないまま終わるか。そう、あ、そうだ、だから明日はちょっと大きめのバッグ、大きめっていうか差し入れ入れる用の、ちゃんとトートバッグを持っていきたいと思います。よし、そうしよう。でけん、そうよくあったのが、ひとみがいつもなんか赤いなんかエコバッグみたいなの持ってて、めっちゃなんか差し入れを持って帰りたい子がたまに借りよったわ。それもうあのひとみのトートバッグはマジでメンバー、私もあの借りて帰ったことあるし、結構みんな持って帰ったことあると思うんだよね。そう、でもみんなもうメンバー多分そう24ガールズのトートバッグは超あれ便利なんですけど、ちょっとあそこまで大きいのは そこまで量は持って帰らないので、まあちょっとね。そう、そうツアーの裏の楽しみです私たち。何があるでしょうか、何があるかな。でも最近絶対あるのがイチゴとシャインマスカットなんですよ。でもマジで一瞬でなくなりますよ本当に。なんかおー、もうほんまにやばかった、もう本当にね、みんな大好き、みんな大好きですね本当。いやもうみんな食い地張ってるんで。フルーツ大福もね美味しかった、マイ感じあれめっちゃ美味しかったな。そう、いちご飴食べたいいちご飴食べたい。最近思うんですよね、なんかこの前とかなんかお店で結構最近いちご飴とか売ってるじゃないですか。でいちご飴食べたいなって思うんですよ。で私そういうの一人であんま食べれなくて、なんか一人でいちご飴食べてる姿をなんかもしファンの方に見られたらとか考えたら恥ずかしくて、そうなんかさ一人で下書いてあぶって食べてたらさ、アンナちゃん一人でいちご飴食べてたって思われるかなとか思っちゃって、なんか一人でめっちゃ食べたいって思うんだけど勇気出なくて、なんかあん一人まるまるができんのよ。だけどなんかまあ少しはできるようになったけど、なんかまだあんまりできんくて。そう、じゃけんちょっとメンバー連れて早くいちご飴が食べたいから。そうなんです。じゃけんもう YouTube でいちご飴最近結構動画多い気がして、じゃけんめっちゃいちご飴系の動画見てます。そう、ASMR 好き、今度ここで ASMR したいな、いちご飴で。それではやりたい、やりたい。え、動画めっちゃ見ますよ。
コンティヌちゃんさ、明日さ、手に私巻き卵でさ、左手には私巻き卵で、右手にはペンライトの代わりにいちご飴らしいですよ。皆さん気をつけてください。ベトベトですね。それはそれは大変。食べたいですよね、本当に食べたい。てかいちご飴作りたい。でもね、いちご飴って恐ろしいぐらい砂糖使うんですよ。もうほんまにね、カロリーお化けすぎるよ。やばいですよ、本当にやばい。また飴食べたい。食べたいですね。砂糖、私砂糖好きだんかな、こんなん言ってたらな。嫌いじゃない。ショコラのアフロ綿飴、そうだったの、知らなかった、早く言ってよ、食べたのに。縁日始めたい。私縁日超好きです。お祭りとか大好き、屋台大好き人間です。大好き、いつも言ってるよね。去年の夏も私ずっと縁日したいねってショールームで言って、なんか縁日ごっこみたいなしてましたよね。食べ物系な、縁日もしたい、縁日したいな、楽しい。縁日ラブ、縁日ラブ、楽しいもん。え、向井葉月さんですか、今 Now ですかね。え、握手会会場に屋台とか呼べるようなグループに。どんなグループやねん。どんな目標やねんってな。でもありますよね、結構あるのかな、ない、わかんないけど。そう、なんかお店に私立つのとか好きなんですよ。なんかあれ、屋台来るグループさんないでしたっけ、あれ裏に来るのか。なんか AKB さんとかたまにありますよね、なんかそういうの、かき氷とかそういうの私大好き。そう、キッチンカー坂道さんで出てるんだ。そういうの私すごい好きって、もう絶対もう握手会朝から私行っちゃうもん。そうで、なんかそうで、キャンプ物販とかめっちゃ行くじゃないですか。まあめっちゃはいかんけど。すごいめっちゃ行く子みたい。なんかまあ行くじゃないですか、結構。でなんかそういう風になことするの好きなんですよ。そうだけ、なんか縁日とか、そういうキッチンカーの中に立ってこんにちはってやって、こう商品をお渡ししたり、なんかレジ打ちとかしたい。バイトやんってな。そう、そういうことするのすごい好きかもしれない。だけ、なんかよく物販も出てます。そう、おままごと、そう、つい計算できないけど、なんかできなくてもいいじゃん。なんかそう、おままごと感覚でやってるかも。うん、いいの、私はできなくても、たファンの方が教えてくれるから。そうだから、まああと隣にスタッフさんとか、そのちゃんとその何レジの方がいらっしゃると思うから。そうそう、お釣りはいらないぜ、だって釣りはいいから釣ってくださいって。じゃあ全部それはアンナのお小遣いということですか、お釣りは。いいよって。そう、でも私はなんか最後何かをトッピングとかして入って渡したい、ファンの方にっていうことをやったりするのが私は好きだから、縁日とかやりたいです。トッピング担当したい。一日店長とか、私そういうのすごい好き、やりたい、やりたい、あ、全力でやる。全力でやるよ。
うん、食リセやってたよね。私もやりたい。あ、もう副店長として行きたかった。マイカと遊んでたわあの頃絶対一人は言ってくると思ったよ、子供店長って頑張って食べてくれる、みんな。本当めっちゃやりたいです。やりたい。寒い。何屋さんがいいかな。でもタピオカ屋さんでストローさすが借りましたい。私いつも思うんですよね、タピオカ屋さんで働いてストローを永遠に刺して、なんかお客さんの番号を呼んで、ストロー刺しますかって、はいって言われたら刺してお渡しするっていう。ベビータッピって、そう、アンタッピってやって、アンタッピはいどうぞってやりたいです。やりたい。タピオカ屋さんでストローを刺すだけの仕事。しんどいかな、ストローを刺したら。アンタピどうぞ3箇所ストローを刺されないよこうあったらタンタンタンだから。やりたい。100ループはするって、あ、もう見ましたよコメント。もう見たからな200や、見たからなそう、刺す力なくなってくる、多分どん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 疲れてく、どんどん疲れて、多分最後の方はすごい真顔でってやってるかもしれないもしかするとご機嫌斜めかもしれない。こうやって真顔でツッ刺すかもしれない最後はストローいりますかって聞くだけかも。ストロー刺しますかじゃない、いりますかって言って、いりますって言われたら、あ、じゃあどうぞってストローを渡すだけになるかもしれないわかんないよそれは。どうですかそれはバイトステージはしないもうタピオカ屋さんオンリー、その日はやりたいな。いちご飲んだのじいじ、かわいい。八百屋さんいらっしゃい。ダンスしながらいいよ、最初はね。最初の10人ぐらいをダンスしながら刺して、次の、まあ、プラス5、60人ぐらいはベビータッピじゃない、アンタッピって言って刺して、次の、まあ、何十人かは真顔で刺して渡して、最後の人たちには刺さずに渡すどうですかね。最後もセルフサービス真顔希望多いな。もう最後挙句の果てにはもうストローも渡さない、はいって出すだけストローはご自分で買ってきてください もう蓋をこうやってビリビリビリって剥がして、こうやってゴクゴクゴクって飲んでください、それかってなるかもしれんけどわがままなお店、アンタッピ。でも最近飲んでないよ、タピちゃん。タピちゃん飲んでない。飽きてない。
そうそう、行きつけ閉まってるから。そうそうそう、ニコラブメンバーが好きなお店。そう、まあ寒いよね今の時期ね、ちょっとね。誰かがこの前なんかの飲み物流行るって言ってたな。なんだっけな、なんて言ってたっけな、なんか言ってたよ、次なんちゃら流行るんだってみたいなこと言ってたな。あ、バナナジュースです。そうです、バナナジュース。そう、ノンノが言ってたよ、ノンノが言ってた。なんかな、そう、ちょうどなんちゃら屋さんになりたいみたいな話をしとったんよ。なんかそういうタピオカ屋さんになりたいとか、なんかそういう話をまあメンバーで話しとった時にこういう感じで、なんかいや今からの時代バナナジュースらしいよみたいな、だけえみたいな、そうなのみたいなってのんのが言ってた。うん、らしいよ、バナナジュース屋さんが流行るらしい。私ミックスジュースがいいな、だったら、いやいちごジュースがいいな。なんかいちごとブルーベリーとかラズベリーとか、なんかミックスベリースムージーとかが好きです。隣のバナナは青すぎる。明日寒そうです。まあ関係ないかな、明日寒いとか外にいないからファンの方には関係あるのか。そうだよね、なんかね、あれなの、そのいつも私たちより入りが早いじゃないですか皆さん、あの入りっていうか会場に来てくださるのが。それでなんかこの車とか、まあ、何かしらでこの会場入りしてる時ファンの方が見えるんですよ。で多分物販並んでくださってて、本当に申し訳ないっていうか、なんかありがたいなってめっちゃ思う本当に。特に夏はめっちゃ暑いし冬は寒いしで、絶対にしんどいっていうか。そうだから本当に外から見ながら、あ、なんちゃらさんだってたまにメンバーで話してます。そう、知ってるファンの方だったらね。そうだからいつもありがとうございます。なので明日寒いそうなので、そう、皆さんあったかい格好でぜひ来てくださいね。そう、ライブ会場中入っちゃったりして、ライブが始まるとね全然寒くないと思うんですけど、そう、でもライブ会場を出たらまた寒いと思うし、ワンチャン汗とかかいてたらそれが冷えちゃってとかもあるから、本当にマジで気をつけてくださいね。会場にこたつ用意して何個用意するん明日雨なんですか、マジで。ちょっと天気予報見よう今から。え、確かにカイロアンラーが配りに行きたい。でもバタバタしてんだよな。うわ雨じゃん、あし、あ、うん、違う、あでもめっちゃ夜らへん雨か。でワンちゃん帰りの時とか雨かもしれないね。じゃあ皆さん傘、でも傘邪魔になっちゃうもんね、折りたたみ傘とかあればワンちゃん持ってた方がいいかもしれない。明日終演後は雨の可能性があるから、ちょっと持ってた方がいいかもしれない。どう思います皆さん、まあ折りたたみコインロッカーあるんだっけ。
そうだけど、なんかやっぱ傘だと邪魔になっちゃう可能性があるから、多分折りたたみの方がいい気がするかな。うん、ね、傘ってさ持ち歩くの嫌だよね。あんは嫌です。一見結構折りたたみ持って歩いたりします。そう、雪がちらつく可能性、寒い、あったかくしてきてくださいね。ね、のえみーちゃん大変だよね、4日連続ライブは本当に大変そう。仕事頑張ってください、りょうさん。そうそう、寝るの？まだお風呂も入ってないよ。髪型はまだ決まってない、ヘアさんと相談する。何時に寝る予定？私のじゃあ今日の目標は、じゃあまあもうちょっとショールも終わるとして、まあ9時半ぐらいでしょ、に終わるとして、10時半12時まで寝たい。無理かな、12時目標ですが、絶対に無理だと思うけど、12時。12時に寝ます。いや、2時までは絶対今日はなんない気がする、早いから。だってまだ9時半ですよ、9時半前ですよ。明日朝配信じゃないと思います、夜ですね。おでん、あのおすすめはだし巻き卵です。だし巻き卵です。無理に100票。11時間寝たの？めっちゃ見る、めっちゃ寝るやん、めっちゃ寝るやん、寝るやん。しまき卵美味しいよね、美味しいんですよ、大好きです。風邪ひかないようにします。元気です、今んとこ。エグルスさん、お仕事お疲れ様です。ゆっくり気をつけて帰るんだぞ。誰誰気をつけて帰ってくださいね。そうですよ、スイパラ様のイベント終わっちゃうので、トゥモローで、明日もお仕事頑張る、頑張って、イムくんファイト。私のおでんをじゃあ最後に皆さんにじゃあもう一回教えてくださいということなので、おでんの具を言ってから終わりたいと思います。だし巻き卵と大根とウインナーとロールキャベツとつくねです。それではおやすみなさい。はい、じゃあランキング、13位がセイタ、12位がトモ、11位がデルファイさん、10位が MKT さん、9位がユカリン、8位がクロさん、7位がポークたまごさん、6位が村藤さん、5位がペンペンさん、4位がジージ、3位がタコツアンさん、2位がチェリちゃん、1位がユメヤくんです。以上、ありがとうございました。終わります。1人目、カタカナの新一さん、2人目半熟さん、
3人目ゆるえりちゃんさん、ラスト4人目ポムさんです。なんで今4人言ったやろ。まあいいやノリでなんか4人言ったわ。はい、じゃあ終わります。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんパー。明日ツアーファイナル頑張ります。来てくださる皆さんよろしくお願いします。それではおやすみ、とボール弁当箱、バイバーイ、おやすみなさい、バイバーイ。